はい、皆さんこんにちは。 T1 チャンネルご視聴ありがとうございます。本日はコメント欄にもありましたアルファードの動画をもう少し上げてほしいということにご期待して、そうですね、当時見積もりを取って購入したお話と、オプション何々つけたかをご案内したいと思います。まずこちらですね。はい、こちら 3.5 リッターの SC パッケージ、3500cc の、アルファードを購入した時の見積もりをご案内いたします。車両価格は494万7480円、500万を切っております。値引き24万円ちょっとしてくださってます。もうこのカタログが、2年前の後期が出た日といいますか、カタログができたのが12月のクリスマスぐらいだったと思うんですけども、ディーラーさんにカタログがついた日に初めてどんな、後期のアルファードがどういうふうになるか皆さん判断できたと思いますので、そのカタログを見てその日に注文いたしました。ですから、発売初日ですかね、初日に注文しました。カタログができる前、1ヶ月前ぐらいから注文はできたみたいなんですが、どういう車になるかちょっと見てから、購入しようと思いまして、カタログができた日にちにアルファードを注文いたしました。ですから、値引き率も結構悪いと言いますか、まあ、こんなもんでしょう。24万円、あとは消費税、税金、オプションなど、メーカーオプションが122万3000円か、結構メーカーオプション代が高いですね。何つけたかまた後でご案内いたします。それでは車両が606万円ね。あとその次の下取りが131万1350円、これは前ちょっと、ドイツのミニバンに乗ってましたので、外車のミニバンを売ってアルファードにしました。はい、それから続いて、下取りが132万円と、差し引きした金額が473万9000円少しと、で税金が26万とか3万とかね、こういうふうにいろんな税金がかかってきて、最後現金販売507万2500円、まあ、これはニコニコ現金払いでお支払いさせていただいたような気がします。はい、それでは続いて、はい、続いてですね、4月登録ですと、まあ、税金が1年分払うようになりますから、ちょっと高くなってますかね。自動車取得税とかね、この辺が、自賠責保険37ヶ月、こういったところで、まあ、3月登録にするよりは高くなりますが、3月納車が間に合わなかったので、4月納車だろうということで、見積もりを3月登録バージョンと4月登録バージョンと作ってくださってました。結局買ったのが4月登録だったので、4月登録の見積もりのこのままの金額で購入したような記憶があります。まあ、いろいろこうずっと、値段が出ております。最後収入印紙や、何やスマイルパスポートですかね、保証が尽くしプラン、こういったものをつけ取りますというか勝手についてます。はい、それでは続いて、はい、それでは続いてボディカラーはホワイトパールですね。型式はこのような型式になってます。 GGH30W-BFZRK、リコールが2つほど出てますね、この型式が。今月末にリコール持っていこうと思います。今一生懸命リコールのためにガソリンタンクを空にしてます。ガソリンタンク交換ということですね。はい、それでは、はい、メーカーオプションいきます。ホワイトパールクリスチャン、ああそうですね、ホワイトパールは、プラス32,400円の追加料金。続いてアクセサリーコネクタ 12V、これですね、これをつけました。 100V のコンセント2個インバーター付き、17,240円。次、三眼ヘッドライト、
今は標準に、なってるかもしれませんが、三眼のヘッドライト115,560円をつけております。それから何つけたかな、バックモニター、パノラマビューバックモニター、これもつけてますね。あとナビが純正のメーカーオプションナビを入れてますので、 JBL のスピーカーもついてきて結構お高い68万、これがだいたいオプション代のほぼほぼ占めてるんじゃないでしょうか。スピーカーとナビとセットで68万円と、これリアモニターもつけましたね。 12.1 リアシートエンターテインメントシステム183,600円、お高いですね。エンジンかけるとウィーンと自動的に出てきて、エンジン切るとまた自動的に格納してくれるリアモニターですけど、これいつかこの出たり閉まったりするのをモーターが壊れやせんかなと気にしてます。はい、続いて、ツインムーンルーフですね、天井にある窓をつけました。118,800円、メーカーオプションは123,640円つけております。あと、フロアマットをつけましたね。この辺後でインターネットで買えば安いんでしょうけども、もう純正大好きなんで純正を多めに使っております。基本的にエアロもなく、オプションも控えめで、もう年を取ったせいか比較的もう純正が一番いいということにやっと気づき始めました。フロアマットが78,624円、バイザーもつけます。まあバイザーない方が洗車の時とかね、見た目も綺麗ですけど、昔からバイザーはつくものと勝手に考えております。値引きが12,000円、これしょぼいですね。もうちょっと引いてくれればいいのに。あと ETC ついてますね。テレビナビコントロール、これもついてます。ナンバーフレーム、ナンバーフレームね、こんなもんなくてもいいんですけどね、まあ、一応つけました。まあうちにある軽トラとかは当然つけておりませんけど、まあ、アルファードなんでつけとこうということでつけました。はい、まあここら辺はこんな感じですかね。あとリサイクル料金なんやかんやということです。はい、それでは、はい、それでは最後に、この車の値引きを一切なくしたらこういう金額になりました。車両の値引きをなくして、下取りなくして、メーカーオプションをつけて、メーカーオプション代も値引きをなくすと、なんと700万はいきませんが、675,794円なり、いいお値段ですね。次回売るときにしっかり高く売りたいと思います。皆さんコメント欄にどんな動画にしてほしいかありましたら、ご意見よろしくお願いいたします。次回も頑張って動画を作るぞ。ありがとうございました。